こんにちは。こんばんは。ガガマルです。赤谷れなです。今回は、はい、私たち珍しく2人で撮影してるんですけど、うん、ここはねスタジオを少しお借りしてのことなんですが、うん、ここってガガマルさん一体どこですか？ ITG スタジオができたということでお邪魔しています、はい、ありがとうございます、うん、お店も新しいのですっごい綺麗で、うんうんうん、撮影環境もなんかまあ高そうな機材がいっぱい、足引っ掛けないようにこうやってゆっくり来たもんねプロ仕様な機材が揃ってるスタジオになっててね、本当に光栄なことですね、うんうんうん、でこのスタジオでは実際何人ぐらいが配信できるんですか？大体3人まで配信できて、うん、PS4 だったり、うん、あと PC を使って。でも、はい、PC 使ってってガガマルさん言ったけど、うん、PC なくないですか？ PS4 Pro は見えてるんですけど、うん、PC がないんですよ、うん、ということは今回の企画は2人で自作 PC を作ろう私自作 PC 作ったことないし、ガガマルさん何回ですか？1回だけあります。でも教わりながらここに刺すんだよだけだったので、ガガマルさんだけじゃ私としてはすごく不安なので、うん、今回は特別に先生をお招きして自作 PC を作っていこうと思います、うん、はい、先生は ASUS さんから佐藤さんに来ていただき、うん、一緒に自作 PC 作っていただきます、うん、ではそっちに移動します。行きましょう。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 ASUS JAPAN の佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず今日は、うん、こんなにね、うん、もうパーツ目の前にあるんですけど、ドドンとありますね。自作 PC をする前に、うん、PC を作ったことない私からすると、売ってある PC でいいんじゃないかなって正直思ったんですけど、もちろん売ってある PC は売ってある PC でもちろん適切な価格で売られてるので、うん、もちろんいいんですけど、うん、いいところなんだと思うんですか？売られてるやつ大体なんかこう物がその入ってる物が見えなかったりとかするじゃないですか、うんうん、でも自分が作ったりとかすればケースから選べて、 そうですね、そして中も自分に合ったものを入れられるっていうので、うん、コストの面だって抑えられたりとか、そうですね、自分に合ったものを作れるのがいいメリットです。そしてまあやっぱりパーツってまあうちの製品もそうなんですけど、たくさん種類あって、うん、まあ、その中から自分が使いたい用途、例えばゲームしたいだとか、うん、映像編集したいだとか、そういったものを自分で選んで、まあ、適切な予算で抑えるっていうのが自作の醍醐味でもあるのかなっていうふうに考えておりますと、はい、うん、今日私は自作 PC を勉強する身として、はい、ガガマル先生、うん、教えてください。あ、私先生だったんですね今日先生先生2人がなるほど、わかりました。はい、でも頑張ります。自作 PC って、うんうん、そういうメリットはまあ見えてきたんですけど、うんうん、なんか、まあ、もちろんパーツ以外にも、うんうんうん、なんか必要なものが多いんじゃないかなって、うん、だから素人からすると工具も必要で、うん、まあ、大変なんじゃないかなって思うんですけど、どんなイメージありますか？なんか本当工具箱一式みたいなこうやって工具箱って結構なんか広い台とかで、うんうん、もうなんか黙々とやるイメージなんですけど、うんうん、確かにスペースがないとできないような、はいはい、まあ、中にはなんかね、うん、ハンダゴテとか使うんじゃないかとか、ジーってやってちょっとやっぱ精密機械だから怖いっていうか、はい、不器用な私でもできるのかなって思うんですけど、はいはい、必要な道具ってどのぐらいなんですか？必要な道具、もう全く簡単です。このドライバー1本で本当はね、本当は1本でできるんですけど、あった方が、まあ、よりいいかなっていうのがあるのは、ね、はい、帯電防止マット、それにあとはネジケースですね、まあ、ネジがポロリしないと、結構ね、パソコン作る時にネジがいくつか何種類かあるんで、その時に、ね、分からなくならないように、こういうのもあると便利だよ、はい、さっきもネジポロリ落として探しましたよね、はい、みんなで一緒にそういうのなくす、はい、そうで、あとはニッパーです。とこういうあのケーブルを束ねるんですね、うんうんうん、これは結束バンドで、結束バンドですね、めちゃくちゃ簡単に結べます。はい、こういうのだったり、あとはちょっとここにはないですけど、はい、まあ、初めての人は静電防止袋とか、うんうんうん、そういうものがあると、あると便利、静電防止手袋ですね、うん、まあ、その他に動作確認のために今日は必要なのはマウス、キーボードだったり HDMI ケーブルを用意しました。はい、はい、本当それだけ、テーブル一つに収まるぐらいのもので、うん、実は簡単にできちゃうっていうことなんです。勉強になります。じゃあ作りましょう。はい、まずは
マザーボードに CPU を取り付けるっていうのを私は勉強してきたんで、はい、今回は Ryzen 7 3700X という CPU を使っていく方なんですが、こちらさん、こちら、じゃん、 Ryzen 7 3700X ですね。私もこれ使ってるんですよ。こちらですね、第3世代のですね、 Ryzen 3000シリーズの中でも1番か今、うん、もういっぱいいっぱい売れてる CPU でございます。AMD さんが世間を圧巻しているこちらの CPU はですね、こちらは最新テクノロジー7ナノメートルのですね、うん、プロセスルールで作られていて、高性能で省電力の CPU となっておりますと。こちらはですね、ゲームだけではなくて配信だったりとかクリエイターの作業とかもね、うんうんうん、まあ、皆さん今、まあ、この動画もそうなんですけど、はい、撮った後にこういうねCPU で編集したりだとか、そういったものに向いてる CPU となっておりますと、はい、そしてこちらでコア数がですね、8コア16スレッドですね。そして 65W の低 DTP の CPU になってますんで、小型なあのパソコンだったりとかそういうのにも向いてますよっていうようなものになって、十分なすごいです、高性能な、そうですね、はい、こちらをですね、こちらのつけていくマザーボード、はい、取り付けていきましょう。あ、はい、これが中身の CPU でございます。はい、ちっちゃいですね、本当にちっちゃいです、私の手の4分の1ぐらい、ちょっと分かりにくいけど、まあ、小さいというか4分の1ですよね、これ4分の1ですね、はい、これ何ですかね、シールどこにここに貼るんですか。こちらを開けていきましょう。はい、じゃあ長丸さん、これは、うん、ピン投げの恐れがあるんで、はいはいはい、直接手で触らないように、うん、開けて取ってくださいね。はい、ここの後ろに触っちゃいけない。そうです、はい、わかりました。緊張しません、こういうの触るの。緊張しますよね。私結構静電気帯びる派なんですよね。で、真上から、はい、置くように取り付けるんですが、うん、マザーボードと CPU にマークがついてるので、うん、そのマークに合わせて置いてください。この三角形と、そうです、三角形を合わせる、合わせてその向きで置いてみてください。はい、これをカチッとして、頑張りが頑張りさん、これはもう、うん、入りました。おー、よし、簡単、ピンを倒しましょう。めちゃくちゃ簡単、マジです、早い、はい、素晴らしい、シュッシュポンポンって感じ。シュッシュポンポンで、はい、で、このマザーボードは、はい、うん、こちらはですね、ASUS のプライム X570 Pro という商品で販売をして、こちらでございますね。実物こちらで、めっちゃかっこよくないですか、うん、白でかっこいい、白基調でね、かっこいいと思うんですが、こちらですね、Ryzen 第3世代に最適化されたですね、うん、ソフトウェアでですね、自動的にオーバークロックだとかファンの回転数を最適化してくれる機能がねついていまして、まあ、組み上がった後にもですね、自分が思うようなこう設定といいますか、そういったのが簡単にできるというものになっております。そしてですね、その PCIe Gen 4っていうものが対応している、ここのレーンの部分ですね、今、AMD が出している Radeon 5700XT の今回も使うビデオカードのグラフィックス機能を最大限に発揮できるというものになっております。そしてですね、ビデオカードだとか、まあ、AMD さんのレイスプリズムクーラーとかもそうなんですけど、光るんですね、光るんですけど、ここも光ったり、要は全部の色を自分でこうコントロールできるものになっております。こちらがですね、プライム X570 Pro という商品で、今回ね、パソコンを作っていきましょうので、自作 PC とかをやったことない私からすると、うん、自分の好きなカラーに光らせられるっていうのが、自作 PC のメリットっていうか、一番ワクワクするところだなって感じるん で、 いいですね、マザーボード自体を光らせられるっていうか、自分の好きな色にカスタマイズできるのはすごい魅力的だなって思いました。そうですね、もういろんな何色にしたいですか。うーん、紫、名前赤谷なのに赤じゃないですね、村谷でこちらの SSD 実際にマザーボードに取り付けてください。走ってやってネジ回すだけですよ、これめちゃくちゃ簡単、ケーブルもいらん、